はい、こんにちは。何度か紹介しているタイプの問題の変形バージョンなんですが、まずこのルートとか3乗根とか4乗根とか、なんとか乗根は、分数上の方が、まあ見やすいんで、これは、6の2分の x 乗ですよね。そうなるとなんかこれ、両辺、なんか2乗したくなりますよね。2乗すればこの2分のが消えてくれるし、左辺も2乗すると、まあこれの2乗と、これの2乗と、真ん中は、3の x 乗かける2の x 乗って6の x 乗ですからね。まあ、6の x 乗がマイナス2個と、まあ、こっちは6の x 乗になるんで、まあ、いい感じかなと。いうんで、まあ、両辺2乗したいんですけど、両辺2乗するときって、まあ、別に2乗して構わないんですけど、x 2乗イコール9と。ただ、こっちからこっちには戻らないというか、余計な解まで出ちゃいますよね。マイナス3も答えになっちゃうと。なんで、両辺2乗したりしたら、まあ、解の吟味も必要かなと。で、じゃあ、これ、両辺2乗すると、3の 2x 乗、マイナス2かける、これとこれで6の x 乗なんで、6の x 乗、足す2の 2x 乗が6の x 乗と。で、まあ、3の 2x 乗、足す2の 2x 乗が、3かける6の x 乗と。そしたら、これは、まあ、例によって何で割っても多分出ると思うんですけど、何がですか？真ん中。2の 2x 乗で割ってあげると、2の 2x 乗で割ってあげると、3の 2x 足す1が、3かける2の 2x 乗分の2の x 乗、3の x 乗ですよね。そしてこれ、2分の3の x 乗を t と置けば、まあ t はもちろん正なんですけども、これは2分の3の x 乗の2乗ですよね。これ t の2乗ですよね。プラス1が3かける、これって、これが約分されて、こうですよね。なんで、3かける2分の3の x 乗はすなわち t と。ということで、t2 乗マイナス 3t プラス1が0なんで、t は、まあ、これは解の公式ですね。2分の3プラスマイナスルート、9-4 だから5と。で、これは、ルート5は富士山麓だから 3-2 点だから、両方プラスで、この条件は満たすんですけどですね。じゃあ、2分の3の x 乗が、2分の3プラスルート5と2分の3引くルート5なんで x はまあもうそのまま手はこれでいいですね。ログ2分の3 2分の3足すルート5とログ2分の3 2分の3引くルート5でこれも別に進数条件これプラスだから大丈夫なんですがまあちゃんと解の吟味。解の吟味をするときに、手はこれ1よりでかい数。なんで、対数関数のグラフ考えたときに、1より手がでかいんで、まあ、こんなんですよね。で、ここが1と。で、こっちは3-2点いくつだから、0点なんとか、割る2だから、1よりちっちゃいから、こっちですよね。この辺。マイナスですと。この値、負ですと。これ負。負だと、x が負なのは別に構わないんですけども、x 別に指数だから負でも構わないんですけども、3の x 乗と2の x 乗の指数関数考えたとき、3の x 乗は、まあ、こんなんだとしたなら、2の x 乗は、こんなんですよね。そうすると、x が負のときは、3の x 乗の方がちっちゃいと。でっかい、ちっちゃい方からでっかい方引いたら、これ負ですよね。左辺負。これ右辺絶対負にはならないんで、こっちはだからダメですよと。ようでこれだけが答えになるということなんですけども。じゃあ、これ両辺2乗しないっていう手もあるんで、2乗しないとどうなるかと。2乗しないでもそのまんま、3の x 乗引く2の x 乗が、これは2の2分の x 乗かける3の2分の x 乗ですよね。6の2分の x 乗。で、これもまあやっぱり、まあ真ん中の2の
2分の x 乗で割ってあげる、あ、こっちだよ。2を x 乗で割ってあげると、2分の3の x 乗引く1は、2の x 乗分の2の2分の x 乗かける3の2分の x 乗と。おそこの2の x 乗分の2の2分の x 乗っていうのは指数法則で、2の2分の x マイナス x ですよね。これっていうのは。指数は引き算。あとこれ2のマイナス2分の x 乗っていうのは、2の2分の x 乗分の1なんで、これっていうのは結局、2の2分の x 乗分の3の2分の x 乗というのは、これは2分の3の2分の x 乗。そこ今度は、じゃあ、2分の3の2分の x 乗を t と置けば、t はやっぱり正で、これは t の2乗ですよね。2乗すれば分母消えるんで。t の2乗マイナス1で、こっち持ってきてマイナス t が0と。t の2乗マイナス t マイナス1が0なんで、t は、2分の1プラスマイナスルート、1足す4だから5と。で、今 t は正なんで、2分の1足すルート5だけと。1-2.x は負になっちゃうんで。なんで、t すなわち2分の3の x 乗は2分の1足すルート5と。2分の先生、2分の2分の。t は2分の。あ、すみません、t ってこっちと同じ t 使っちゃいましたけど、別の t です。で、そうすると、x は2分の x が、ログ2分の3、2分の1足すルート5。なんで、x は、2ログ2分の3、2分の1足すルート5と。で、これ、この x はもちろん同じ x なんで、これとこれ同じなのかというと、この2は、こっちの2乗にしてあげると、2分の1足すルート5。を2乗すればちゃんとこれになってます。ということで、まあ、答えの表記としては、まあ、これかこれか。まあ、もちろん手はもっと別にいくらでも変えられるんで、まあ、もっと綺麗な手でも構わないですし、まあ、もちろんいいでも構わないと。まあ、その場合は、まあ、ここは、まあ、ログの分数になるという感じですね。じゃあ、以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で、答えはきれいに書いてある。そして、映像もすぐに見られるというシステムになってますので、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。